チョコマルです。こんちん。今日は前回紹介できなかったチャームさんで購入した水草を開封していこうと思います。白ベタさんの水槽リセットに使う水草がほとんどなんですけど、まずこちら、はい、南米ミローモスです。これはカラスさんの動画で初めて見て、なんて素敵なモスなんだと思って、少しねお高いんですけど思い切って買ってみました。こんなね綺麗な状態のものが届いたのでとても嬉しいです。次はこれ、ワイルドリシアです。普通のリシアより育成の難易度が低かったような気がします。でうまくいくかどうかはわからないんですけど、ちょっとねやってみたいことがあってこれを買ってみました。お次はこちらです。クリプトコリレのバランサエっていう種類だったかな。うん、なんか好きです色とか形とか、あのウニウニ加減、細さ加減わかんないけど、こういうの好きなんで買ってみました。お次はこちら、はい、今夜のお鍋に入れる予定のニラです。嘘ですこれはピグミーチェーンサジタリアっていう水草で、以前マリサバカピリスさんの動画で知って、カピさんにねお名前を教えていただいたもので、今回はい購入してみました。最後はこちらです。実は今回一番楽しみにしてたんですけど、はい、おまかせアヌビアスの B 品5株で1000円のものを購入してみました。もうね少年のように目をキラキラ輝かせながらワクワクしながら開封したんですけど、こちらです。はい、どう数えてもね5株以上入ってて、しかもどこら辺が B 品なんだろうっていうくらい状態がいいものがこんなにたくさん入ってました。皆さんご存知の通り、チョコマルは水草の知識も全くないので、アヌビアス7の何の種類なのかはわからないんですけど、1,2,3,4,5,6,7 7株も入ってて、葉っぱもねこんな感じで綺麗な状態のものが届きました。ただねチャームさんの概要欄にも書いてある通り、どんな状態のものが何種類届くかはその時になってみないとわからない感じだったので、今回は当たりラッキーでした。この水槽にはヤマトヌマエビさん3匹以外に6匹のコリドラスが入ってるはずなんですけど、はい、ご覧の通り一向に姿を現してくれません。前回ご紹介したコリドラスパンダロングフィンとコリドラスリリアータスだっけ、はい、の6匹です。本当に臆病な子たちで、餌の時間にやっとね顔を見ることができるかなっていうくらいです。それでも気配を感じるとねヒーターの下に隠れてしまうんですけど、カメラを水槽の前に立てかけてすんごい遠くから隠れて見てると、やっとこんな感じでちょっとだけ姿を現してくれます。はじめコリタブを沈めてたんですけど、コリさんたちがモフモフする前にヤマトヌマエビさんが抱きかかえて逃走してしまうので、はい、こちらのフレーク状態のものに切り替えました。
これだったらね、大和さんが多少持ち逃げしてもコリさんたちにちゃんと餌が行き渡るので、しばらくはこちらのフレーク状態のもので様子を見ようと思います。チャームさんから届いた時は色も柄も飛んでしまってたんですけど、翌日からねこんなに綺麗なサバみたいな柄がくっきり現れてくれて、本当に綺麗だなって、はい、この子たちにしてよかったなと思います。コリパンのロングフィンたちはもちろんね文句なしに可愛いんですけど、ちょっと色が松崎しげるかな、もう少しね白と黒になってくれればいいかなと思います。してくれててすごく可愛いんですけど、ひとたび食べ終わるとこんな感じです。すでにヒーターの下に潜ってしまってて、日中ね餌の時間以外は常にこんな感じです。コリパンさんの卵を2個回収して孵化させたんですけど、1匹はね残念ながら落ちてしまいました。で残り1匹は今のところ順調に育ってくれてるんですけど、何とも言えない状態です。うまく大きくなってくれればいいんですけど、はい。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイチン。